どうもこんにちは。今回は年末年始に起きる人の大移動という観点において、どうしても避けては通れないエネルギー補給について、水素燃料電池車を動かすのに必要な水素を充填するための水素ステーションの営業時間がとてつもないほど短いという大問題が改めて露呈しましたが、水素自動車推進派が触れたがらない水素ステーションの前途多難な大問題をはじめ、なぜ次世代環境車として水素自動車たちが普及することがないのかについてを一挙に解説していきたいと思います。まず今回取り上げていきたい水素ステーションに関してですが、その名の通り水素をエネルギー源として走行する自動車に対して、ガソリン車と全く同様にその水素を補給するための設備であるということで、ちなみにですが、ガソリン車にガソリンを給油する場合については給油すると言いますし、電気自動車に電気を補給する場合については充電すると言いますが、今回の水素を動力源とする自動車たちに水素を給油する場合というのは、給油でも充電でもなく水素を充填すると言ったりします。それではそもそも水素自動車とは一体何なのかに関してですが、結論から申し上げて、水素自動車という言葉は存在せず、主に世界的には水素燃料電池車の開発が主流であり、特に有名な車種で言えばトヨタが発売しているミライだったり、韓国ヒョンデが発売しているネッソなどがありますが、こちらは一般的に想像されている何か水素を内部で燃やすなりなんなりして動力源として活用するといった方法ではなく、あらかじめ充填された水素と空気中にある酸素を車内に取り込んで、車内にある燃料電池内で化学反応を起こすことによって電気と水を作り出し、水については適宜車外に排出しながら、そのうちの電気を車内に搭載されているリチウムイオンバッテリーに充電しながら、その電気を使ってモーターを駆動させて走行するという、つまり水素燃料電池車を一言で表すのであれば、車内に水素をエネルギー源とした発電所を備え、その電気で走る、要は電気自動車の一種類であるということなのです。その一方で、この直近でトヨタが独自に開発を進めてきているのが、水素を直接動力源として車内に搭載している内燃エンジンで燃焼させて、そのエネルギーによって走行するいわゆる水素エンジン車も存在するわけで、おそらくこの水素エンジン車の方がより皆さんが思い描いていた水素自動車のイメージに近いと思いますが、今回はこの水素エンジン車におけるメリットデメリットなどは一切省略しますので、この水素エンジン車について詳しく知りたい場合は過去の動画も参考にすることをお勧めします。それではこの水素自動車に関する前提知識を押さえた上で、特に世界の一部メーカーが開発を継続している水素燃料電池車が次世代環境車として今後普及する可能性があるのかという極めて重要な問いについて、それを考察していく上で極めて参考になるポイントが存在するということで、それが今回フォーカスしていきたい水素ステーションの存在であり、この水素ステーションというのは水素燃料電池車にとってのインフラとなるわけですが、特に次世代環境車としてもう一つ存在する電気自動車との大きな違いというのは、自宅やそれに準ずる場所での普通充電環境を整備することが不可能であるため、ガソリン車におけるガソリンスタンドと全く同様に、水素燃料電池車にとってはこの水素ステーションこそがエネルギー補給のための生命線であるということになります。そしてその水素ステーションについて今回新たに明らかになってきてしまったことというのが、その水素ステーションの営業時間があまりにも短すぎるという問題であり、というのも水素ステーションというのはガソリンスタンドのように24時間空いている施設は現在存在せず、それでも例えば私の住んでいる大都会埼玉県を見てみると、2022年1月現時点において11箇所もの水素ステーションが存在しているわけですが、その営業時間を見てみると24時間営業でないだけではなく、基本的には朝の9時から夕方頃までしか営業することがなく、しかもこの埼玉緑水素ステーションという水素ステーションについては営業日はなんと金曜日のみ、しかもその上11時半から14時半という3時間しか営業していないというカオスっぷりであり、もちろんこのような水素ステーションについても2021年11月時点における全国の設置台数156箇所のうちの1箇所に含まれてしまっている、語弊を恐れずに言えばお笑いとしか言いようがない低たらくっぷりであるということなのです。そしてこの2021年から2022年にかけての年末年始の営業時間についても見てみると、こちらは2022年1月3日の朝9時前の全国の水素ステーションの営業状態を示したマップなわけですが、日本列島がくっきりと見えている、つまり日本全国どこに行ったとしても水素を充填することができないということを意味し、さらに9時以降の水素ステーションの営業時間を見てみても、確かに東京大阪間はちらほらと営業しているように見えるものの、
の、特に関東圏を見てみると、東京23区内に複数営業している水素ステーションが存在するものの、もはや関東圏においては営業している水素ステーションは全くと言っていいほど存在していない。よって次に水素ステーションで充電することができるのは愛知県の豊田市に位置する水素ステーションしか存在しない。これが年末年始という長距離走行の機会が最も増える超繁忙期における水素燃料電池車のインフラ網の実態であるということなのです。それではなぜこれほどまでに利用頻度が高くなるはずの超繁忙期に水素ステーションが営業していないのかについてですが、それが水素ステーションを営業させるためには監視要員として人件費が発生してしまうということで、確かに経済産業省による試算によれば2015年実績と比較しても2019年実績ではその人件費という観点である程度のコスト低減を達成し、特に今後は遠隔監視などを中心とする規制緩和によって人件費を抑制することができると見込んでいますので、その分平日日中以外においても営業時間を広げていく可能性があるようには見えます。しかしながらこの水素ステーションの運営における最大の問題点であるのがこの人件費以外の様々なコストとなっていて、特に最も分かりやすいのがこの2019年の実績と現状対策可能な先ほどの遠隔監視など筆頭とする様々な規制改革や技術開発の取り組みを経た後に算出される水素ステーションの運営費というのが、むしろ規制改革などを行った後の方がより増えてしまうという逆転現象であるのです。特にその中でも費用が増大しているのが水素燃料電池車が今後増えてきた場合、それに伴って増加していく水素の輸送費や水素を充填するための電気代などであり、したがってさまざまな取り組みを行った後においても水素ステーションのランニングコストというのは現状から増えることあっても減ることはない。つまり今後水素ステーションが増えれば増えるほど、現状水素ステーション1基あたりの運営費に対して毎年出されているこのグラフの赤のラインで示された年間最大220万円という運営補助金の額はどんどん膨らんでいく一方であるということなのです。さらに水素自動車推進派が語りたがらない不都合な数字というのが、この2025年時点における水素ステーションの運営費の予測値となっていて、この経済産業省が出している水素社会に向けたロードマップを見てみると、2025年時点における運営費を1500万円にまで半減するという目標を設定してはいるものの、そもそもこの予測値の中には先ほど触れた水素を水素ステーションにまで運搬するための輸送費、さらには水素を充填するための電気代という今後水素燃料電池車が増えれば増えるほど膨らんでいくコストは1円も含めずに計算してしまっている。要するにこの2025年時点での水素ステーションの運営費である1500万円という数値は絶対に達成不可能な数値である。このようなまやかしの数値を取り上げて水素社会実現のためのロードマップなどと林立てているのが現在の日本政府であり経済産業省であり、それらの支援を受けている水素自動車推進派のメーカーたち、そしてそれらに先導されてしまっている水素自動車推進派の方々の実態であるということですね。そしてそれとともにこの水素自動車の普及について、この水素ステーションに付随した明らかに不都合な真実であるポイントが存在するということで、それが先ほども触れている水素を実際に水素燃料電池車や水素エンジン車に充填する際に必要な電力量であり、こちらは水素を充填する際に発生する工程を理解する必要があり、実際に水素ステーションに運ばれた水素というのは充填を開始する前にその水素を最大800気圧程度という超高圧に圧縮する必要があり、もちろんですがこの水素を超高圧に圧縮するためには水素とは全く別に電気を使用する必要があり、さらに物体を超高圧に圧縮するということは温度が上昇しているわけであり、したがってそのまま水素自動車に搭載されている水素タンクに充填するわけにはいかず、よってプレクーリングと呼ばれる圧縮された水素をマイナス40度程度にまで冷却する必要もあり、もちろんですがこのプレクーリングのために水素と全く別に電気が必要となってしまうのです。したがって電気のみで走行することができる完全な電気自動車と水素とともに電気も必要としてしまう水素燃料電池車のエネルギー効率をそれぞれ比較したデータを見てみると、まず完全な電気自動車に関しては電気を生成してから送電網を経由して実際に電気自動車に充電される際に発生する充電ロス、そして最終的に電気自動車内部で発生してしまうロスなどを全て考慮したとしても、2020年時点で発売されている電気自動車というのはおおむね 77% 程度の効率を達成しています。
その一方で水素燃料電池車に関してはまずは発電した電力を使用して水を電気分解しそこで得られる水素を利用するだけであればまだマシなのですが、その後にその水素を輸送するためにまずはマイナス253度程度という超低温状態にすることで液化水素化するか、それとも超高圧に圧縮するかと、いずれにしても電気を使用することで圧縮をかけて、さらにその圧縮された水素をこれまた様々な方法、特に現在はオーストラリアから船で輸送する。もちろんこの船を動かす動力源にも電気を使用することになりますし、しかもその上その水素ステーションまで運ばれた水素を実際に水素燃料電池車に搭載されているコンパクトな水素タンクに効率よく充電するために、さらに高圧で水素を圧縮、もちろんこの工程においてもその圧縮のために電気を使用、先ほども解説した通りプレクーリングのためにもさらに電気を使用、そしてようやく水素タンク内に取り込まれた水素を空気中にある酸素と反応させて電気と水を生成し、水を車外に排出しながらその電気を車内に搭載している小さなリチウムイオンバッテリーに充電して走行するというかなりの工程を経ることによって、そのエネルギー効率はたったの 33% まで低下。つまり完全な電気自動車と比較して同じ航続距離を走行させるために2020年時点でおよそ 2.33 倍もの電力を必要としてしまうのです。ちなみにですが、電力の使用という観点でダメージすれば、先ほど指摘した水素ステーションに運ばれた水素を実際に水素自動車に充填するために800気圧にまで圧縮、さらにプレクーリングをするのに必要な電力量だけで、こちらは最新のデータが多くないながら水素 1kg あたり少ないデータで参照してもおおむね 5kWh。 例えばトヨタが発売している水素燃料電池車のミライには水素が満タン状態で 5.6kg 充填できますから、トヨタミライを水素ステーションで満タンまで充填を行うと圧縮とプレクーリングのためだけに必要となる、要はガソリンを給油するためであったり充電するためのような、水素を充填するためだけで 28kWh の電力を必要としてしまいます。そしてこの電力量というのは、例えば私が所有しているテスラモデル3の高速道路を時速100キロでクーラーをつけても達成可能であるというような、実用使いにおいて最も信用に値する EPA サイクルベースの航続距離に換算してなんと207キロ分という航続距離に匹敵。つまり水素自動車に水素を充填するためだけに必要とし、その水素自動車を走行させるためには直接的に全く無駄となってしまう工程で必要な電気だけで、電気自動車を200キロ以上も走らせることができてしまう。このようにイメージしていただくだけで、いかに水素自動車、今回の例で言えば水素燃料電池車の効率が悪いのか、少なくとも電気自動車で電力逼迫、停電してしまうだろうがと主張している方が、なぜか水素燃料電池車に対しては同じ電力が足りなくなる問題を指摘しないという点だけを取ってみても、この水素自動車の不都合な真実については見ようともしない、見たいものだけを見るクズ、日本人の劣等性が計らずも浮き彫りとなってくるということですね。いずれにしても次世代環境車として注目されている水素燃料電池車をはじめとする水素自動車というのは残念ながら様々な問題を抱えてしまっているわけで、特に今回指摘した水素ステーションの運営における様々な諸経費、特に水素自動車に水素を充填するためだけに必要な電力量が膨大であり、その分電気代がかさんでしまい、よって水素ステーションの運営費というのは経産省が想定しているほど下がることは 120% ありえない、もはや極めてミスリーディングな水素社会のロードマップすら示してしまっているわけですから、まずはこの水素自動車の問題についてをしっかりと認識し、一人一人が真剣に比較検討していくことが大切だと思いますし、今後も水素ステーションの問題だけではない水素自動車、ひいては水素社会の実現における不都合な真実についてを徹底的に考察していきたいと思います。水素自動車、いってらっしゃい。